これはですね、松茸、2019年、20年に取った松茸、これ、非破壊検査で1万1400ベクレルありました。で、放射性物質、放射能を感じることはですね、五感ではできません。匂いもしないし、色もついてないしっていう話ですね。で、たった一つ、音で聞く方法があります。これちょっと近寄っていただかないと聞こえないと思います。これがですね、今この部屋の、かろうじて聞こえますね。この部屋の 0.058 をですね、こんなもんです。聞こえます。こうなんですね。それで、実はこれは松茸に 1kg あたり11400ベクレル入ってるので、これに近づけるとどうなるかっていう話です。違うでしょ。距離の事情に反比例するんで、話せば松茸から放射線が出てるっていうことを意味してます。で、ただね、残念なことにこれ食べても本当に直ちに健康に害ないんですよ。で、もう一つ、これはですね、私が今まで調査してきて中で一番高い土です。36万ベクレルありました。で、これに近づけるとどうなるかです。これがですね、実はこういうのを私自身が持ち歩けるっていうのは、従来ですと事故前はですね、8000ベクレル以上のものを我々みたいな素人が持ち出したりなんかしちゃいけない。だから避難指示解除するってことは誰でも出入りできますから、こういうものがですね、持ち出せるという、そういう環境を作るということです。双葉厚生病院の前はですね、ちょっと 2,3 年前までは70万ベクレルありました。こんな、これがですね、原発事故の実像で、これは300年経つとほぼ消えます。